発集国の男子陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックに参加して3段飛べで銀メダルを獲得した。セントルイスオリンピックでは総幅飛びと3段飛べはフランシスフィールドを会場として同じ9月1日に開催された。エイゲルハードは両種目に出場し3段飛べでは マイヤー・プリンスタインに次いで銀メダルを獲得し、総幅跳びでは4位に入賞している。セントルイスオリンピックの3段跳べ競技に出場した選手7名は、すべてアメリカ合衆国の選手だった。アスレチックス・アット・ザ・1904ストリート・ルイス・サマー・ゲームズ・メンズ・トリプル・ジャンパー・カイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイバック・マシン2015年6月24日、 閲覧。アスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズメンズロングジャンパーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2015年6月24日閲覧。ありがとうございます。